よっす、どうも。ボブラジの番外編として、ここではこの霊夢が司会を務めるコーナーを展開していくよ。以前、ボブラジ R 内では様々なコーナーを展開していたんだけど、ここではそれの裏バージョンをやっていくよ。はい、裏妄想ファクトリーです。就活に失敗した電子レンジマンは、一日中いとこでありラジオの相棒のボブさんに LINE を送っているんだけど、最近はほぼ全部これは無理だねという結論に至っているので、ここで軽く雑談として消化していこうということを決めたんだってさ。そんなことをこの霊夢が話していたら、誰か来た。おおお、誰に断って喋ってんだ。このマリサが。俺はマリサでいいんだよな。素材名がマリサだからそうなんじゃないですか。そうか。一人語りは単調になるだろうから、俺も加わるぜ。素敵。それじゃあ始めていこうぜ。今回のテーマは何だ？それじゃあ発表するよ。ピプラポペパニポ。え？勝手に続編作って名作をぶち壊そうのコーナー。人が悪いな。そもそもお互いに共通して好きな映画がそんなにないのと。多分、盛り下がるだけだから企画は流れたよ。だろうな。なんかタイトルつけといた方がいいかな、これ。遠い海から来たくそ。いまいち、帰ってきた神映画。とりあえず、帰ってきちゃった神映画、仮。で、それじゃあタイトルも決まったことだし、考えていくか。何の映画の続編を考えようか。そうだな、うむ。多分このお題決めが長くなってつまんなくなるんだよね、ラジオでやると。そしてボブラジの二人の共通して好きな映画って、続編乱発してるの多いんだよ。今回は、太陽を盗んだ男2。で、洋画は、すでにほとんどがしょうもない続編あるから、邦画しか浮かばなかったよ。ざっくりと説明すると、理科教師が原爆を作って刑事と戦う話だよな。一作目は、ラストでは原爆が街中で爆発したっぽい感じで終わるけど、まあなかったことにするよな。そうだね。爆弾をめぐって二人の人物が争うという骨格は、そのままでいいな。他は全部変えても、そこはさすがにね。理科教師が自分で材料を入手して爆弾作るのは、無理がある。たまたま拾ったことにしようか。教師というのも、大衆的には馴染みが薄いのではないか。ニートにしよう。主人公のニートがダイナマイトを拾って。みたいな。ところで、この続編の公開時期はどこに設定するんだ。ニートとか出しちゃったから、今回に関しては2016年現在で。じゃあもっと時事ネタも取り入れた方が客も来やすいのでは。警察にダイナマイトの所持がバレるきっかけは、LINE にしよう。一作目では、ラジオ DJ の女と主人公の関わるシーンがあったな。LINE でアイドルユニットの女とやりとりしてたことにしよう。こいつらはどうやって知り合ったんだ。コンビニのバイトとか。まあそこはどうでもいいか。ストーリーを軽くまとめると、コンビニのバイトの帰りに主人公がダイナマイトを拾う。それをアイドルユニットの女に話したら、たまたまやりとりが流出。警察に追われる身となった主人公の逃亡劇だな。すっごいつまんなそうだね。そうだな。